導いてやるよ。しっかりついてきな。そこまで怒りに打ち震えなくてもいいだろう。あれ、こいつ実はうまくねえか。ハガーなのに通常攻撃で敵をはめてるし、パイルドライバーの繰り出し方も的確だ。あー、パワーがね。肉、あー、肉肉。あ、何すんだよ。ドラム缶壊って何が悪い。おい、なんか言えや。が破壊するものからダイヤか金塊ばっか出てくる。王の転生。ああ、こいつまさか錬金してんのか。錬金術とはファイナルファイトで画面にあるタブやドラム缶などを壊した際、 0.033 秒後にレバーを違う方向に入力するか、ジャンプボタンを押すと1万点アイテムが出現する。武器や体力回復アイテムが手に入らなくなるが、ハイスコア狙いには欠かせないテクニックだ。ハイスコアを狙っていたのか。だから樽を無造作に壊す俺に怒りを覚えたってのか。ではなぜ最初に残りゼロ機になるためわざと死んだ。考えられる理由はただ一つ、自分を追い込むためだ。次死んだらゲームオーバーというプレッシャーに打ち勝つため。外は土砂降り、ゲームが終われば外に追い出されるこの状況下で、奴はド M か。それともド S。ちょっとしたことで怒られる地獄の協力プレイ。あ、いや、俺が足を引っ張るから非協力プレイか。そしてゲームオーバーになれば間違いなく外の地獄に放り出されて風を引く。まさにこれ、天文の虎、拷問の狼。うん、あ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 、こんな苦しいファイナルファイト初めてだ。全くもって楽しくない。すごい、クリアしてしまった。俺という足手まといが言いながらハイスコアまで。